ヨーロッパガーデン園内のコニファー、マナベ庭園は、北海道帯広市、稲田町にある農園、植物園。国内におけるコニファー気象品種の生産で知られる。総面積は100ヘクタールで、日本一の面積。日本初のコニファー庭園とされる。帯広市の南側、札内側と、国道236号線に挟まれた市街地に位置する。敷地の南側が、 一般公開されている庭園で1800から2000種類の樹木が植えられている。北側が苗木生産農場となっている。学べ庭園内畑が運営する。緑化事業にも取り組んでいる。2003年には年間3万人が庭園を訪れた。北海道ガーデン街道協議会によって、十勝と上川館内を結ぶ北海道ガーデン街道沿いの8庭園の 一つとしても挙げられている。エゾリズやモモンガも訪れる。日本初の本格的コニファー庭園として知られ、海遊式の庭園は面積2万5千坪。樹齢千年をこすエゾ松、トド松島、数百万本に及ぶ樹木が存在する。北海道では珍しい日本庭園も併設され、北海道の歴史的建築物も移設され、保管されている。 道園の随所に植えられているのは文元スーヒで、エゾリスと共に道園のシンボルマークになっている。8月には、アジサイが咲き、浜ナスは晩秋まで楽しめる。散策のモデルコースは、3種類用意され30分のエゾリスコース、45分の北キ,キツネコース、60分のノウサギコースとなっている。ペット同伴での入場も可能。敷地はもともと平坦であり、 庭園内の標高差はすべて造成によるもの。新政閣1911年、当時の皇太子の休憩所、五貧殿として建築された建物。太平洋戦争後は、新中軍の宿舎として使用されたり、公民館として使用された時期もあり、十勝公会堂と呼ばれたこともあった。昭和37年に解体された時に、学部家の二代目が買い取り、1969年に、 園内に移築された。新生閣の名前は二代目の真部正明の名前に由来している。内部には皇室ゆかりの品など骨董品類が保存され、年一回公開されている。樹齢1500年の杉材の障子など、武家屋敷風の内部は当時のままを保って保存されている。1977年に三代目の住居として建設された木造二階建ての建物。 使用されている木材のほとんどは、真鍋家が所有する山林から切り出された。内部非公開。ヨーロッパ庭園のランドマークになっている。生産農場生産農場の文元ス島比グロポーザ、苗旗では、クリスマスツリー用の揉みや、頭皮などを主に生産している。苗は、大地が凍結する陶器は、作業できないので初頭までの時期に、パート従業員を駆使して、 出荷に追われ、一年で最も忙しい時期となる。苗木の通信販売も行っている。Y 製種を中心に新品種の開発も行われ、2003年現在で10品種ほどを開発している。ありがとうございます。